相坂です。よろしくお願いいたしますね。今日も漫談の方やっていきたいと思うんですけれどもね、ね、電車とか乗ってる時にね、こうたまに、まあ、本当にごくごく稀にですよ、ごくごく稀にもうすごいなんかわめき散らしてるような人とかね、なんかもうどこを向いてるかわかんないけど、もうひたすら延々と一人で喋り続けてる人みたいな、たまにいるじゃないですかね。まあ、実際見たことなくても、なんかこうネットとかでそういう動画がこう流れてきたりとか、一度は皆さんね目にしてると思うんですよ。そういう人見た時にね、大体の人がやばい人っていうそのカテゴリーでくくっちゃうんですよ、そういう人たちのことをね。果たして本当にやばい人なんでしょうか。この人たち本当にやばいの一言でくくっちゃっていいんですかっていう話なんですよね。やばい人ってそもそもどういう基準なんだろうかって、まあ、大体思うのが、常識が通じない人、まあ、話が通じない人のことを、まあ、みんなやばい人だって捉えてるんだと思うんだよね、うん、でもその人たちって電車に乗ってるんですよ。電車に乗れてる時点でちょっと常識ありますね。だって電車ってむずくない？電車乗るのって、いやみんな知ってるからよ、知ってるからだけど、もう初見じゃ無理よ、電車って絶対無理だから。だってさ、もうまず切符買うでしょ、切符買ってで改札入れて、改札通ってでホームまで行くじゃんね。で線ちょっと待って、線のところでで電車来るの待って、電車来て開いて降りる人待って、で乗って、椅子空いてたら座るし、空いてなかったら立つ。めちゃめちゃ工程多くない？めちゃめちゃ工程多いの。も常識ない人は無理よこれ、絶対どっかで諦めちゃうから。だって見たことあります？改札の前でわめいてる人いないですよ、そんなやつね。こうやってピーパーって、おい誰の許可を得てここに棒を立ててるんだ、見たことない、そんなやついないんですよ、そんなんね。でそこもクリアしてるってことは、ちょっとは常識あるってことなの。だからやばくはない、やばいよりではあるよ、もちろんやばいよりではあるけど、まだ救いがあるというかね、まだちょっと話し合いの余地はあるなっていう、まだそこまでは来てるんですよね。じゃあなんでそのね、常識のあるね、いい大人がですよ、電車の中でわめいてるんだって話じゃないですかね。まあ、電車の中だけじゃないですよ、わめいてる人っていうのはね、まあ街中にもいます、公園にもいます。でそういう人たちの言ってることをよく聞いてみてください。大体がその社会に対する不満とかね、その学歴高いやつがなんで偉いんだとか、なんで俺ばっかりこんな目に遭うんだみたいな、そういうその世の中に対する不平不満とかね、もう自分の憤りみたいなやつを原動力にして感情で言っちゃってるの、それって何かに似てない？そう、ロックなの。あれロックやってる、あの人たちロックなのね。もうプレスリーみたいなもんよ、プレスリーが街中にいっぱいいるみたいな、もうそういう状態なの。でもストリートライブですよね、あれはね、街で叫んでるやつは。たださ、ストリートライブやっててもさ、もう聞かないじゃん、みんなね、もう素通りしてっちゃうね。だからもう、あ、なんか俺はこんなにも思い伝えたいのに、なんでみんな分かってくれないんだ、もっとみんなが聞いてくれる場所に行けばいいんだ、そうだ、電車だって、電車乗るんですよね。電車だったら、だってもうみんな動けないから、もう絶対聞くんですよね。だからストリートからライブハウス行くわけですよね。ライブハウスに行って、でそこでわーって喋るんですよ。でもライブハウスでもそうですよね、目当ての人しか聞かないじゃんみんなね。ましてや電車なんかもう移動目当てで乗ってるから、みんなもう人の話なんか興味ないのよね。だからもうわーって喋ってもみんな聞いてくれない。で結局ね、その、まあ、なんでみんな聞いてくれないんだっていう原動力でまた別の電車に乗っちゃうっていう、この悪循環が生まれちゃってんのよね。どうみんな誰か聞いてあげたらこれ断ち切れんじゃないって思うよね。うん、だってさ、不満とかもさ、こう聞いてあげたらちょっとは和らぐじゃんね、そういうもんなのよ。だからさ、もしそういう人見たら、うわーって喋ってるやつ見たらさ、話しかけろとは言わないよ、話しかけろとは言わないけれども、腕組んで、うん、これでいいのよ、もうこれで分かってくれるからね、分かってくれる人なのよ、だって電車に乗れてるのだから、分かってくれるのよっていう話を、さっき電車でしてきたんですけども、みんな無視してましたね。どうもありがとうございました。